国鉄 E10 形状機関車国鉄 E10 形状機関車、国鉄 E10 機機、e、型状機,機関車は、かつて、日本国有鉄道、国鉄及びその前身である、運輸省に在籍したタンク式蒸気機,機関車である。1948年、昭和23年に4110系の代替機として、製造されたもので、同リン語軸を有する。 日本国内向けのタンク式蒸気機関車としては最大の機関車である。板や峠の急勾配区間を抱える大宇本線、福島駅米沢駅間では、大正時代製造の勾配用機関車4110型が戦後になっても使われていた。しかし長年の使用により老朽化が進み、また戦時中から続く整備不良や燃料事情の悪化、牽引力や速度などの問題で、 輸送需要増加に応えることが難しくなってきた。そこで代替機関車として1948年、昭和23年に製造された蒸気機関車が本形式である。4110系の置き換えは過去にも検討されており、戦時中には国鉄内部で2から10から4型軸配置の手粧、型が設計されていた。1946年、 昭和21年には4110型を運用していた庭坂機関区で機関車の体調査が行われ、同時に庭坂機関区からは運転方向を逆行定位、運転台を前としつつ D51 系程度のボイラを備え、全長15メートル以内、同輪場重量60から65トンの E 型内視 E1 型タンク機を代替機とする文字が出された。当時、 板や峠は電化工事が行われていたが、電化工事は GHQ から一時中止命令が出され、後に命令は撤回されたものの、その間にも4110系の老朽化は深刻なものとなっていた。このため4110系全数、庭坂機関区に25両配置を置き換えるのではなく、電化管制までのつなぎとして、少数を製作することとし、先に設計されていた。 10型をもとに庭坂機関区や車両メーカーから意見を交え再検討した 1E2 型タンク機関車を計画式車製造に発注5両製造番号2445から2449が製造された本形式以降に登場した国鉄の新形式蒸気機関車はすべて改造によるものであり本形式は純粋な新製機としては 国鉄最後の神経式蒸気機関車である。4110型は先は、重輪ともになく、動輪のみであったが、本形式は4110型より、大型化されているため先はを一軸、重輪を二軸持つ2から10から4型の車軸配置である。曲線通過を容易にするため、第1動輪には 6mm の横道を許容し、第2動輪は、 タイヤのフランジを 6mm 薄く、第3、第4動輪はフランジリスの車輪となっている。D52 型と比べると、長さは短いが同じ太さのボイラーを備え、カタログ上の牽引力 21.7tf は日本の蒸気機関車の中で最も大きい。また、庭坂機関区から出された要望を反映し、トンネル内での円外防止のため、ボイラー側を後ろとした更新運転。 本形式は、タン側が前となるのが成功を前提として、設計、製造されたので、機関紙はタン側を向いて、左側に座る、赤配置となっており、そのため、運転席から蒸気溜めに伸びる加減弁ロットや空気、作用管の位置も通常とは、逆側、非公式側。煙突を前にした場合の右側であり、逆転機レバーや、軽機類もタンコ側に向けて取り付けられた。 また、そのような運転形態を予定したことから近代型、蒸気機関車としては珍しく除、煙板、デフレクタを装備していない。あとに、金沢機関区に転属した際、通常の機関車と同じように、ボイラー側が前くらいとなるよう運転室席周辺の機器配置を変更、加減弁や逆転機の開閉方向を製造当初と、 逆向きに改造だが、運転指摘の位置はそのままとされたため、日本の蒸気機関車としては珍しく右側、運転台となった。なお、煙突側が前くらいとなるように改造された際にも、除、煙板は装備されなかった。e 1型はテストでも三十三パーミル勾配において四千百十軽の一点五倍の二百七十トンを牽引したが、シリンだけ引力に対する、 動輪上重量の不足や細かい運転操作の難しい動力逆転機の採用もあって4110、型より点が増え、また急曲線での牽引力の低下が見られるなど、期待したほどの高性能は発揮できず、逆に線路に与える大圧が問題となり、動輪のタイヤ視管も5両中3両で発生した。試運転を経て、板や峠越えでの運用を開始したものの、収益した。 翌年の1949年、昭和24年には、板谷峠区間が直流電化され、早々と多線に転用されることになった。日殺線人吉駅吉松駅間で半年ほど、運用されたがここでも大型すぎて、曲線通過の際の大厚課題の問題を抱えて、結局不適とされ、D51 型に置き換えられた。その後、 北陸本線にスルギ駅つばた駅間の栗から越えの補機に転用され、先術した運転方向を変更する改造を行った上で1955年、昭和30年9月の新栗からトンネル開通による勾配緩和新線の整備まで使用された。1957年、昭和32年、本形式は前原機関区に転属する。 交流電化区間と直流電化区間の接続のため、非電化となっていた、前原駅、田村駅間専用の機関車として運用された。勾配専用の大型蒸気機関車の運用先としては間違いなく間であり、小運転の運用であったが、他に適当な運用場所もなかったのが実情であった。強力なことと天候不要というタンク機のメリットを活かして、短距離をピストン運行していたが、 戦時企画資材による不良箇所の発生や、側水槽が邪魔になりボイラーの研修が困難なこと、少数機のために予備部品の確保が不便なことなど様々な問題が発生するようになった。ちょうどこの頃、多線区で D50 型や D51 系の余剰が出ており、これらをもって本形式を置き換えた方が得策と判断されたため、ここを最後に1962年、 昭和37年に営業運転を終えて廃車された。運用期間はわずか14年に過ぎなかった。少数製造であった上、特殊性による扱いがたさから各所を点々とする不遇な景色で、廃車も早期であったが、廃車時期がちょうど鉄道90周年事業の時期だったこともあり、E12 が東京都青梅市の大梅鉄道公園に生態保存され、 他は解体された。同期が選定されたのは、保存の決定時には E11 がすでに解体済みだったためである。鶴ヶ駅の緑の窓口にて流されている、鶴ヶ駅の歴史や駅周辺と北陸本線の鉄道紙を紹介する DVD において、走っている様子及び連結作業をしている E10 の貴重なカラー映像を通して、活躍していた頃の様子を観察することができる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。